今日はピュール48でね、ハローミュージックフェスティバルっていうサンリオキャラクターと AKB48 グループのイベントがあったんですけど、昼公演と夜公演にね出演させていただきました。 STU48 選抜とあと瀬戸内 PR 舞台の 2回出演させていただきました。アベマの方で無料配信もあったんですけど、どうですかね。でも結構なんかお仕事で見れなかったって方も多かったと思うんだけど、どうだろう、夜とかは見れたかな。すごくない？アベマで無料配信って。なんかね、同節がめっちゃすごくて、夜とかね、なんか6万とかだったの。6万人とかで、ね、それが累計なのか、でも同節ってことはあれかな、リアルタイムでかな。なんかアベマってすごいって思ってさすがワールドカップにも耐えた回線を持つものだって思いながら。そうなんですよ、すごいよね。しかも結構たくさんのね、なんか48グループがもう結構ほぼほぼ総出演って感じだったんですけど、なんか自分のファンの方がいて嬉しかったです。だってこんなね、他のグループさんのファンの方も多いのに、ありがとうございましたなんか私のファンの方、カチューシャしてる方めっちゃ多かった。私が一回前につけてこいよって言ったから、ピューロランドはカチューシャをつけろよって言ったら、おじさんたちがカチューシャをつけてました私は責任を持ってちゃんと見ようって思って見ました。私が見なければと思って、私が言ったんだから私が責任を持って見るしかないと思って、こうやってありがとうって。でも結構女の子とか結構いたんですけど、また、あ、他のグループさんのあの方とかかなすごいいっぱいつけて、その中に混じる私のファンたちが可愛かったです。ああいうね、楽しい場面ではつけた方が楽しいよねって前も言ったけどなんか2部の方では自己紹介の時に個人個人のペンライトカラーを発表したんですけど、なんか多分知らない人、 STU のこと初めて見る方とかもペンライトつけてくださってて、一部の方は結構多分他のグループの人でつけない人はつけないパターンも結構あって、消してる人とか、なんか2部は結構つけてくださってた。めっちゃ嬉しかったです。ありがたや。ちょっと他の48と系統が違うっていうかこういうフェスみたいなのがあった時に系統が違うからちょっとびっくりされないか心配だけど、 ST はこういう感じでやっております。こんばんは、こんばんは。曲がいいってなってた、アベマで。あ、本当に？コメント欄ありましたよね。コメント欄あったよね。その自分の出番が終わってから、なんかどっちも1部も2部も STU が最初だったんですよ。トップバッターで、でその後楽屋に戻ってずっとアベマ見てて楽しかった。他のグループさんのライブも生では見れてないんだけど、うん、アベマでリアル視聴してました。
途中から紫2本振ってしまった。お、ありがとうございます。紫2本でございます。あかりちゃんに会えた。なんかね、 HKT さん楽屋が隣でね、最後に会ったんだけど、私すぐに着替えるし、終わったらすぐにコンタクト外してメガネになるんですよ。だからなんか私服でメガネつけてたら、衣装着たあかりちゃんが来て、あ、着替えてるって言われました。失礼。多分写真撮りに来てくれたのかな。くしゃみ出ちゃった。マネージャーさんですかって言われた。そうです、くしゃみ出る。さやまるもなんか着替えてるみたいな感じ。まあ話はしました、ちょっと話した。なんかちょっとお互 い報告したいことがあったから報告して、うん、頑張ろうねって話して解散しました。写真撮るの忘れた。まあ私ももうめちゃくちゃメガネ姿だったから、あ、でもまた会えるかなみたいな、会えたらいいなみたいな。なんか最近、去年意外と会えたから、まあ今年も会えるんじゃないかという希望を持ってます。そう、くしゃみ出ちゃった、寒い。なんかこのホテルさ、なんか暖房がなんかあるんだけど、すごい、なんていうの、なんか珍しい、今までにないタイプのすぎて、ついてるんか不安。なんかめっちゃ、なんていうの、ダイヤル方式でびっくりした。ダイヤルを回してくださいみたいな、こうやってチリ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 ってついてんのかねって。ボタンじゃないのってあんま経験しないから、うん、暖かくなるの待ちです。やっぱ冬は暖かくしないとね、寒いから。昔のタイプっぽい、昔のタイプなのかな、令和では見ない、令和には見ないやつです。マジで見せたい。見せれないけど見せたい、すごい初めて見るタイプのやつだった。楽しかった今日も。サンリオの歌もね、歌えてしね、かわいいフェスティバルと、ありがとう、ハグを言う、ありがとう、ハギュー、キュッキュッ。なんかサンリオの曲ってさ、歌詞を見れば本当にポジティブなことしか言ってなくて、なんかもう泣けてくる。泣かせる歌ではないんだろうけど、全部泣けてくる。林原めぐみさんの声が尊い。キティちゃんだっけ。ありがとう、ハグー、キュッキュッ。クジだ、中吉だ、ありがとうございます。私今年おみくじめっちゃ引いたことになって、中吉。ほんの小さなつぼみもやがて大きな花になる、ほんの小さな声でもやがて大きな歌になる、ほんの小さな歩みもやがて大きな道になるって歌いました。踊ってきた。
お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人すべてにありがとう、泣いちゃいそうなほど嬉しいな、あなたは私みんなにおめでとう、かわいいかわいい、シナモンポンポンプリン、かわいいかわいい。かわいいフェスティバルと、ありがとう、ハグユ。みんなで踊りました。ステッキ持って、ステッキいただけたんですよ。嬉しい。カチューシャとマイメロちゃんのカチューシャもいただきました。ちょっとピューロランドにまた行くときにつけたいと思います。キャラクターも同じだけリハーサルするの。そう、リハーサルの時から超可愛いんですよ。なんかリハーサルの時に、じゃあみんなで夢力のポーズしようかってなって、こういう、じゃあポンポンプリンがもう腕が届いてなくて、夢力のポーズが全然できてなかったんですよ。したらなんかダンスの先生が、プリンくんはできないよねみたいな言ったら、プリンくんが怒ってこうやってパンパンってなんか地団打踏んでて、松丸くんはめっちゃイケメンで、なんかおいおいみたいなおいおいみたいな感じで、もうなんかキュンキュンキュンでした。そう、可愛かった。そう、ずっと可愛かった。本当にもう動画撮りたかった。アベマ配信が切れた後に可愛いフェスティバルやってたの。そうそうそう、可愛いフェスティバルはちょっと会場にお越しの皆さん限定だった。いちごいちごいちご、リボンリボンリボン、ピアノピアノピアノ、ママのアップルパイ、おしゃれして出かけよう、クッキーを手作りしよう、たくさんのお友達、みんな I love you って、こうやって全員で48グループ全員で歌いました。歌ってはない踊りました。ワクワクしたり、そわそわしたり、ドキドキしたり、男の子でも女の子でもみんな一緒に歌いましょう、お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人すべてにありがとう。へへすぐ覚えれるんだ。うん、一回やったことあったけど、まあでも簡単だから、多分ちっちゃい子でも踊れるダンスが多いんだと思う。可愛かったんご。皆さんも次は、次もしサンリオとコラボしたらね、絶対可愛いフェスティバルはやる気がするので覚えてください。パルテノン玉見やすかったね。いい会場でしたね。しかもセットも可愛かった。なんかオーバーチェアの時に映像が作られてて、めっちゃ良くないですか？見たかな？ちょっと見てほしい。今後フェスに出るときはずっとあれ流してほしい。なんか出演メンバーの動画みたいな、ああいうのいいよね。誰が出るか知らない人にも伝わる感じが。しかも今回 MC 自己紹介がなかったりしたから、素晴らしい。あの皆さん、あのよくできたときは大人を褒めてあげてください。大人っていうか運営を褒めて伸ばしてあげてください。よしよしって、よくできたねって、いい時は言ってってあげてくださいな。伸びる伸びる子なんで。そうなんですよ。おおってなりました。あの手さのつぼみもやがて大きな種になる。そう、
となんか感謝枠が出ててありがとうございます。2月一番最初の日5日かな、2月5日だったかな、なんか一番早い日です。ありがたい。ツーショットとサインします。今日あの出てたキャラアニのサイトの方に。ありがとうございます。よかったね。いやありがとう、本当もう不安だったのよごめん、ちょっと鼻すする音うるさいかも。今日のメイクいつもと違う、いつもとは一緒なんだけど戻した、昔の方に。感謝楽しみね。なんか生写真がちょっと増えるらしくて、絵柄が楽しみが。みんなさ、なんか A 日程で目標にみたいな言ってるよね。私さ、なんか A 日程で出したら何がなんかどうなのかが未だにちょっとあんまり分かってないってやばいかな。もう4年半経つけど、どうどうなるんだっていう。なんかメンバーのツイッター、最近お話し会の告知が多いから、まあ見るんですけど、タイムライン、ツイッターのタイムライン、なんかどういうことなんだろうみたいな、なんかあんま分かってなくてなんか変わるのかな、理解できてないっていうか、なんか難しい。私ショールームの星投げも理解できてないから、多分ゆっくり説明、なんか説明されたことなくない、あるっけ。私文字でしか見たことないんだけど、文字で理解できないタイプもいるんよね。私本当にね、なんかちょっと自分そういうなんかそういうのなのかなって思ってしまうなんかもう昔から言葉で説明されないとわからない、なんか文字でホームページに書いてあってもあんまりわからん、うん難しい。漫画や小説は理解できるよ。創作物はすぐ理解できますよ。でもなんか現実的な説明文めっちゃ難しい。だからなんでなんだろうっていう。でもあまり理解できてないけど、割といつも真似して絵に手で出したいですって書いてるけど、あまり意味が分かってないっていう。2月5日は A で開かないと開かないからね。あ、そうなんだ、早いからか。え、じゃああれじゃん、もう一個2月あるよね。なるほど、早い日は早い日に開けとかないと終わっちゃうのか。そういうことか、理解しました。もう1ヶ月後だから早いよね、なんかそう考えたら。2月5日は B 日程が最終受付だから A 日程で感謝枠を開けないと B 日程で買えない。なんか私さ、この A 日程とか B 日程とかやられたらさ、なんか裁判のなんかコート落つみたいな感じで、意味が分からなくなる、こんがらがってくる
喉鳴ったし、しかもどな A と B をなんか使われたら数学のような、なんかあの私がこうでみたいな、なんかむずい、めっちゃこれ私だけこんな難しいって思っちゃうの、ダメかね、ダメかね、とか難しいんだけど、まあでもあれなんだろうね、きっと頭がいい人が考えたからこれが一番最適に分かりやすい近道ルートの説明文なんだろうね。でも私は難しく感じてしまう、こう見えてバカなんですよ。彼女にマニュアルは本当だよ。なんか食べ物とかで説明してほしい。食べ物とかで説明してくれないかな。そうなんですよ。まあでも監視役がことありがたいことっていうのはちゃんと理解してますので本当にありがとうございます。簡単に言うと1月10日までに2月5日の監視役を出して決済しないと2月5日の監視役がなくなる。今エヴァのシンジ多分今簡単なこと言われても難しい方に転換しちゃいそう、脳が。突然エヴァに乗れって言われた時の意味が分からないよ、今シンジの頭の中みたいになってる。意味が分からないよ父さん。シンジは賢い。そっか、それはそうやな。ちょっと似てる。うそ、エヴァはね、なんか途中まで見たことあります。私去年のあのガンダムを見ますっていう約束をまだ守ってなくて、なんか私のファンの人ガンダムとジョジョの押し売りがすごいんですよ。本当に聞いてほしい、あの知らない人に聞いてほしいんだけど、なんか私の配信のコメント欄にガンダム好きな人とジョジョ好きな人がすごくて、見ろ見ろって言われるんですよ。ガンダムは見ろみたいな、見ろ見ろ言われたら見ないじゃないですか。だからずっと見てなかったんですよ。しかも長いしいっぱいあるし、シリーズもどっちもね、だから全然見てなかったんですけど、見る見る、あはい見ます見ますって言って見てなかったんですけど、今ガンダムがね、去年か新しい新作がやってて、でそれがなんか結構ツイッターとかでも話題になってたっていうか、なんか学園ものになってて、結構エヴァじゃないガンダムを知らない世代にも見やすいみたいな感じで話題になってて、あこれなら見やすそうだな、なんかちょっとユリ要素もあるみたいな、あちょっと私好きかもみたいな感じで、よし見ようと思って見てなかったんですよ。で全然見てなかったから、ちょっと1月はガンダムを見たいと思います。水星の魔女、水星の魔女、あとなんか主題歌をめっちゃ聞いてたんですよね、よくなんか流れてきて。そう、ちなみにジョジョはなんか一部から見ろって人と三部から見ろって人と五部から見ろって人がいっぱいすぎて、もうあの難しくて置いてます。今年はちょっと
今いつもね、私がおすすめして皆さんが見てくださることが多いから、皆さんのおすすめをたまには見るかなって思います。露伴から、あーでもね、なんかファンの方から岸辺露伴は動かない漫画が送られてきて、単行本の一巻は読んだ。露伴は逆に沖ちゃんのおすすめのアニメは、私最近ね、あのオーラン高校ホストクラブっていうちょっと昔の10年以上前のやつ見てます。見返して、なんか最近またハマった昔のやつだけど、ちょっと春日といえば私の中では鈴宮じゃなくて藤岡春日なんだ。いいよ、男女おすすめみて少女漫画なんだっけなんか今期のどうとかあんま見てないな。基本 D アニメストアで、でも D アニメストアってなんか割と昔のアニメとかが一気にダーって入ってくる時もあるから、それでちょっと気になったやつ見たりとかしてるかな。うん。おきちゃんジョジョのモノマネうまそうなのに。ジョジョのモノマネなんかネットでよく見かけるネタみたいなのはわかるんだけど、実際にはそんな見たことない今日ハウルやってた。あれ今日金曜ロードショーやってたの？ジブリ？見たかったな。私最近金曜ロードショー実況全然できてない。私のよく勤労見ながら配信してるんですけど、勤労って8時からよね。今見てる。まだしてるの？あ、今やってるんだ。9時からか。あれもう1時間ぐらい経った。1時間半もう終わるんじゃない？ハウルさ、見た目めっちゃかっこいいのにめっちゃ下手りだよね。あと35分はある。物語は佳境ですね。ハウル見たことない。私も勤労ぐらいですか見ないけど。ハウルって最終的にどうなるんだっけあれ。まあ多分正解が今テレビつけたらやってるんだけどあれってなんであのなんか戦う羽目になったんだっけ。記憶をなんでおばあちゃんになったのかも覚えてないの何だっけ、なんかでも忘れちゃった。でも面白かった記憶がある。荒地の魔女、荒地の魔女さ、なんかしょぼしょぼになるよね。覚えてない。だったらテレビつけるべし。テレビ後ろにあるんですよ。でもちょっと迷うな、つけるかどうかちょっと迷うな。主人公の名前はソフィー。ソフィーがおばあちゃんになるとこから始まるんよねう
きちゃんかわいい、ありがとう。昨日さ、結局さ、食欲がやばいって話をしたんですよ、夜ね。夜配信しててめっちゃお腹空いてて、その時夜なのにコンビニで爆買いをしてしまったんですよ。で、こんなに買っちゃったけどおにぎり1個で済ませますとか言ってたらさ、あまりにもお腹空きすぎて、カップ焼きそばとおにぎり2個食べてしまいました。大大大反省。もうでもしかもね、なんかここに今鏡があるんですよ。ここに皆さんの今スマホを立てかけてるのは鏡に立てかけてるんですけど、こう鏡を見ながらここでなんかご飯食べたら、自分がなんか世界で一番幸せそうな顔をしながら食べてて、みたいな。これ今なら、今大食い ASMR みたいなの撮ったらめっちゃ高評価つくんじゃないって、もう美味しそうにいただきますみたいな、一人でめっちゃなんか鏡に映った自分がもうすごい笑顔で、でも後からすごい罪悪感がすごかったです。だから今日いっぱい動こうと思っていっぱい動いたんですけど、今日も差し入れが結構あって、もうダメだ、不規則な生活、不規則な食生活と多大なる差し入れの数々。これでさ、メンバーよく体重キープできてるなって思う。私絶対無理だもん、こんな。ダメだっていうね、いっぱい食べてしまいましたけど、まあ悔いはなかったです。後悔は、後悔したけど食べてる間に悔いはなかったです。美味しかったです。写真集でも写真集出すってなったら、まず一回ちょっと太ってから痩せたいよね、うん、胸とかね一回太ってそっから痩せたいよね。アーシャの撮影時期じゃないからな。アーシャ前はね、顔はシュキッとさせたいね、すっきりと。部分痩せって難しそうね。なんだかんだやっぱ胸から痩せてくんだろうね。なんか最近食欲無限大でね、ご飯いっぱい食べても食べてもお腹空くんですよ。空き容量がめっちゃある。私が iCloud だったらめっちゃ喜ばれるぐらい空き容量がある。で、私は人間だから喜ばん。湯浅さんから差し入れのアイス食べたの？食べたよ。なんか HKT さんと楽屋が隣だったんだけど、もう本当にお隣だったんだけど、なんか HKT さんの楽屋からわーって声が聞こえた後に、こっちの楽屋に、STU の楽屋に湯浅さんが来て31のアイスを置いてって、こっちからもわーっていう悲鳴が上がるっていうアイス食べました。あのキングレコードのねスタッフさんなんですけど、毎回アイスを買ってきてくださるんですよ、31の。アイスを食べてしまった。いっぱい食べてしまったよ。まあでも
ただいたもんだね。差し入れは、まあ、いただいてるっていう大義名分があるので幸せに食べます。とりあえずこの配信が終わった後にコンビニに行かないように自分を律したいと思います。コンビニに行って爆買いしません。なんかお腹空く。寝なきゃ早く。赤リンゴはもぐもぐ配信してます。赤リンさん、赤リンさんにね、なんか体型褒めてもね、めっちゃドライな顔で。親のものだからみたいな言われる。あかりんさんめっちゃ細くていいですよねって言ったら、いや別にさ、体型って親の努力だからみたいな、別に自分の努力じゃないからって言われる。めっちゃドライで言ってみたとか思って、生まれた時のポテンシャルらしい。あかりんさん、でもいつかガタは来る絶対。あんな不健康な食生活してたらいつか絶対急にたたる気がする。太るとかじゃなくてなんか病気になりそう。だぐらいなんかいつもカップラーメンとかを夜中に食べてるイメージある。君も不健康だけどな。いや私でもそんなザ不健康じゃなくない？昨日とかはちょっとあれだけどさ。香川行きたいな。めっちゃうどん食べたい。うどん欲が湧いてます。うどん欲が湧いてる。皆さん福フェス行きますか？1月14日の。私は出演はしないんですけど、勝手に四国観光大使が出演します。あかりんさんのプロデュースフェスティバル。お、行く方もいらっしゃるんだ。楽しんでね。そう、私お留守番なんですよ。次の日にね、四国の公演もあるけど、どっちもお休み。四国に全然出なくなったね。四国あんまり公演ないんだよね。少ない、マイカーが結構あるけど。あったかいうどん派、冷たいうどん派。なんか冬でも冷たいうどん派だったんだけど、なんか今は寒いからあったかいうどんが食べたい。オキパのパフォーマンスとっても良かった。ありがとう。パフォーマンスやない、パフォーマンスって書いてる。パピプペポー、パピプペポー。うどん食べたい。うどん、鍋焼きうどんいいね。なんかコンビニとかのさ、スーパーのさ、鍋焼きうどん一時めっちゃハマってた。一時期2年前かな、3年前ぐらいかな。ガスコンロに直接置けるタイプの。時間かかるけど美味しいんだな。関東のうどん好き。関東ってだし違うんだっけ。なんだっけ、私がいつも食べてるのは関西だしが濃いめ。あんま関東のうどん食べたことないかも。住んでないのか。こっち側は結構透き通ってるだしだけど、醤油みたいな色ってこと。食べたことないかも。多分ね、
うどんっていうかその麺類で食べたことがあるのはね、ギリギリ名古屋のきしめんくらいかも。関東になればなるほど麺はあんま食べてないな。ちょっと関西の透き通ったおつゆのうどん食べてます。こんばんは、こんばんは。あ、でもあのドラフトの合宿の時は東京駅のあのうどん屋さんあるじゃないですか。なんか早く着きすぎてて、私夜行バス勢だったから、夜行バスって朝6時とかに着くから、6時とか7時に、でドラフトの合宿は9時とか10時に東京駅集合だったから、それまでうどん食べてたの、あそこのあの八重洲の中央口のあそこに結構なんか他のドラさんのことをよく言ってました。なんか東京の地理がないから、なんか近くのどっかに行くってことができずにずっと東京駅行った。懐かしいね。だからなんか見るたび思う、ああここ行ったなって。もあれ以来行ってないんだけど、うん、あれってうどんじゃない、そばか、もしかして。あ、もう覚えてないな、そば屋さんかも、うどん屋さんだっけ。いた、打った。でも STU になってからは東京なんか時間が、新幹線の時間があるってなって東京駅に放置される時がたまにあるんですよ。なんかじゃあ何時集合みたいな、その時になんかメンバーによって結構分かれるっていうか、なんかお惣菜系を買いに行くメンバーとマックに行くメンバーとラーメン街に行くメンバーに分かれてるか。そう、放置されるんですよ。自由行動、まあ、自由行動。なんかじゃあ30分後にここ集合でみたいな時があって。木さんどこ行くの？最近はね、お惣菜買いに行ってるかも。あとスタバ。そう、なんかデパ地下みたいな、あの駅出て、あの階段、あの下がる、あの東京駅出て階段こう下ったら行けるじゃないですか、なんか地下に。あそこの食品のところ買いに行ってる。あのエスカレーター、八重洲口降りて下、デートメンバーと話しましたか？お話できなかったんですよ、あまりお時間がなくて。話したかった。そう、かな。まあでもそんな放置されることもないんだけど。みんなおのおの行動してます。せっかく東京来たのにマックやスタバ。でも毎回そうよ。東京来てもコンビニばっかりよ。まあウーバーイーツしてるメンバーもいるけど、なんかねやる気が出ないんよ。ご飯食べ行こうっていう、やる気があるときは行ってるメンバーもいるんよ、ラーメンとか。でも ほとんどやる気が出ない。なんかめんどくさい、ホテルの位置情報から近くのお店を調べてっていう、なんかめっちゃめんどくさいから、だったらコンビニでいいやっていうなる。なんかそんなさ、9時とか10時とかにお仕事終わったら、うん、観光しないんだ。
しないね。しないけど、一日休みがあるとかだったら遊びに行ってたりもするかな。でも、ずっと寝てる時とかある。眠すぎて。だから観光しに行きたいね。普通にお仕事じゃなくて。一回ソラハの舞台を見に行った時が、まあ、ソラハの舞台はスタッフさんと見に行ったんだけど、東京の STU の、なんかそれまでなんか自由、一人で自由時間って、その時はあのコナンカフェに行きました。一人でコナンカフェ行って楽しかったな。一人であのコラボカフェメニューを頼んで、いっぱい頼みたかったけど、やっぱ一人だったら食べ残しとかもある、ダメじゃないですか。だから食べれる量を選んで写真撮って満喫してたね。推し活してました。ちなみに今ね、1月からね、あのマリーナホップにコナンの展示会がやるんで、行こうかなって思ってます。一人で。悲しい、オタ活一人なんだけど、まあそんなもんよね、みんな一人よね。一人の方がまあ気楽っちゃ気楽だもんね。一人オタ活します。